ワルシャワ条約は大北方戦争中の1705年11月28日に締結された条約。この条約はスウェーデン・バルト帝国及びポーランド・リトアニア共和国の親スウェーデン派の間の講和条約と同盟条約である。スウェーデン王カール12世は大北方戦争の初めにポーランド・リトアニア共和国へ進軍していた。 この当時のポーランド王は1697年から即位したアウグスト2世でザクセン選定校も兼任していた。カール12世は敵対していたアウグスト2世を追放すべく対立候補のスタニスワフレシチニスキを支持1704年7月12日のポーランド王選挙で当選させた。アウグスト2世の同盟者であるロシアのツァーリーのピョートル1世は1700年に ナルバで大敗北を喫したためかある十二世に、改戦を挑みたくなかった。ポーランドとリトアニア貴族の一派は、選挙が共和国の伝統に反したためレシチニスキの選出を認めず、サンドミエシュでアウグストに世指示を掲げるサンドミエシュ連盟を結成した。連盟は、選挙を違法と切り捨て、ワルシャワ連盟に加入したレシチニスキ支持者を犯罪者とするとともに、 スウェーデンに宣戦線布告、ロシアとナルバ条約で同盟した。ロシアザク戦ンポーランドリトアニアの連合軍が、ポロックとザク戦で編成され、さらに、これらとは別に編成された、同盟軍が、オットーアーノルト・フォン・パイクールを指揮官として、カール12世とレシチニスキの滞在するワルシャワへ、進軍した。パイクール軍は1705年7月31日に、ワルシャワ近郊に到着したが、 スウェーデン軍との海戦で敗北した。ポロックにいる連合軍はアダムルートビヒレーベンハウプと率いるスウェーデン軍に進軍を阻止された。このため、レシチニスキは1705年10月4日にワルシャワでポーランド王としての戴冠式を行い、11月28日にはワルシャワ条約が締結された。カール12世とスタニスワフ・レシチニスキスウェーデンは ポーランド・リトアニア共和国の町と要塞の占領、及びその地域での徴兵を無制限に許可された。共和国が締結した反スウェーデン同盟は無効とされ、また、カール12世紀の許可がなければ、共和国は条約を締結できないとした。共和国のクールラント、リトアニア、オーリオプロシア、ルテニア地域からの商品輸出は、スウェーデン領の利学を経由しなければならず。 クールラントのボアン河口は放棄される。スウェーデン人商人は共和国域内において税金の免除と定住権、貿易権を認められた。条約はさらにロシアに占領されていた共和国領土を分割した。スモレンスクとキエフ地域は共和国が再併合するが、ポーランド領リボニアとクールラントは再征服された後、スウェーデンに引き渡される。さらに、 将来の国王自由選挙に関しては条約がパクタ・コンベンタに組み込まれた。つまり、この条約を承認しなければ立候補が無効になる。スウェーデンの目論見み通り、この条約はポーランドにおいて、ワルシャワ連盟とサンド・ミエシュ連盟の和解を不可能にした。1706年の初め、アウグスト2世は騎兵を率いて、ワルシャワへ接近。 同時に、ヨハンマティアス・フォンデア・シューレンブルクに命じて、ザクセンで編成した軍勢をポーランドへ移動させた。しかし、シューレンブルクは、フラウシュタットの戦いで、カール・グスタフ・フレーンスケルド率いるスウェーデン軍に捕捉され、敗北した。ポロックで集まった軍勢も、グロドノへ移動したが、グロドノの戦いで敗北、東への撤退を余儀なくされた。カール12世は続いて、ザクセンを、 占領、1706年のアルトランシュテット条約で、ポーランド王位と諸国との同盟を放棄させた。ありがとうございます。